ねえ、ずっとずっと叫んでたみたいなね、ずっと聞かれてた、本当に私マーキーって言ってたもんな。ありがとうございます、ほんまにありがとう、ありがとうございます。後ろの方もめっちゃ見えてるだけ、ね、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。いや久しぶりの方もいるね、ありがとうございます、本当。ということで、皆さん告知見てもらいましたでしょうか。私の10月14日にリリースの君と会う夜って曲、ようやく曲名が決まったんですけれども、皆さんありがとうね。曲名何がいいって聞いたら、いろいろちょっと案を教えていただいて、めちゃめちゃ皆さんセンスあったんですけれども、今回は君と会う夜という曲を、10月14日の土曜日にリリースさせていただきます。おめでとう、おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。いやもう皆さんのおかげでたくさん曲がね、出せてるなんてすごく思うんですけれども、なんと今日先行公開しちゃいます。はい、ありがとうございます。ということで、この曲ですね、非常に車界隈の方にも響くんじゃないかなと思うんですけれども、あ、車界隈の人なんかいます？ちなみに車界隈の人、ちょっといい方もしですけど。ありがとうございます。車を好きな人ですね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。そんな皆さんにもこの曲ちょっと聴いてくれたら嬉しいです。で、しかもですね、今回私、人生初の男性目線の曲をちょっと作ってみましたということで、いろんな人にも聴きまくったし、私がちょっと男っぽいちょっと性格なんで、なんか分かる部分もありますし、いろいろ考えて、今回ダブルベッドの、林蔵さんと一緒にこの曲も、作らせていただきました。もう本当に今までで一番時間がかかったんじゃないかなっていうぐらい、めちゃめちゃ作り込んだので、全部考えてるんですけど、めちゃくちゃなんですけど、今回も来たよこれ、本当に。聞いてくれます？Thank you.
ないんで、あのこれもね、ぜひぜひあのちょっと特別に思っておいてください。よろしくお願いします。あんこちゃんこそです。あんこちゃんこそ、おめでありがとうございます。ということでね、あのせっかく、あこれお呼びいただきましたので、もうちょっと歌っていこうかなと思うんですけれども、あちょっと水野は次の曲もね、ちょっと気合を入れたいなと思いますが、皆さんまだちょっとあのこれが聴きたかったのにみたいな思ってるお客さんがもしかしたらいるかもしれない。今日はダブルベッドという曲、あの特別にこれもピアノバージョンでお届けしたんですけれども、本曲まだ歌ってないですもんね。ちょっと歌わせてもらってもいいですか。お願いします。ありがとうございます。いや本当にね、まあ、ちょっと2回目になるので短くお伝えするんですけど、これも本当にマジでもう失恋した時で思いを全部ぶち込んだ曲なので、もちろんねピアノバージョンと今回今から歌う本家のダイアベットってまた込める思いが違うので、ぜひよかったら携帯持ちながらでも何でも構いません。何か感じてもらえたら嬉しいです。聞いてください、ダブルベッド。Oh
リースしてもう4ヶ月以上経ってるんですけど、経ってるんですけど、今でもまだ飲み続けております。皆さんのおかげです。そしてありがとうございます。ほんでミュージックビデオ、見てくれた人いますか？ありがとうございます。たくさん見ていただいて、おかげさまで周りが一番早い、過去一に周りが一番早いでございます。今、もうすぐ6万回再生ぐらいいってんのかな。1週間で6万再生か1週間で6万回再生難しいな。なんてもう本当に結果としてすごく嬉しいなって思います。なんか数を求めてるわけではないんですけど、こんなにたくさん見てくれてるんやなって、目に見えてやっぱり感じますので、しかもDM とか、できる限りなんですけど見させていただいているので、すごい、感想をたくさんいただけてとても嬉しいなと思います。まだ失恋ソングちょっと今期2023年もう一曲出せたらいいなと思ってるので、ぜひよかったら、これもなんか平成風なんで、ぜひよかったら楽しみにしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでですね、次で最後の曲になるんですけれども、いや本当にありがとうございます。たくさん聴いていただけて大変幸せに思うんですが、さっきも言ったように、時間を止めることができませんので、だからこそ、楽しい時間がこうやって深いものになっていくんだなと思うんですけれども、ちょっとごめんね、この間のさ1週間前来てもらった方もたくさんいらっしゃるということで、ちょっともうちょっと同じ話になってまんやけど、ちょっと内容も変わってるからよかったらちょっとお聞きいただけたらなと思うんですけれども、ということで最後カメラ出してもらっても何でも構いませんので、皆さん一緒に歌いますか？イエーイ。一緒に歌いますか？イエーイ。行きましょう。皆さん本当ありがとうございます。楽しみを私が作ります。ぜひ皆さんと一緒に会えることになってます。この闇を照らすような勇気ない日
全力で最後見つけさせていただきました。あの本公演これで終了になりますが、今日はおとんも来てくれてるということで呼んでいいですかね。おい、パパにする？パパ、ママ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 、パパで行く？ママで、ママ、ママで行く？ママ、ママもな、優子もな、うちの優子も今日はおらんけどな。パパがおるからじゃあパパで行くか。皆さんあのパパって言ったらきっと来てくれると思うので、ちょっと呼んだてものでですかね。あの出たそうにしとったからな、その辺で。行きますか？行きます。せーの、パパー。どうもこんばんは。どうも皆さんこんばんは。一週間ぶりのストラフォーの話ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。後ろの方もありがとうございます。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 音にはあの非常に助けていただいているのでね、あの心の中ではまあなんとか思ってます。ありがとうございます。あのなんでちょっとあの音とね、今後あの一緒に歌う機会があるのかな。これが10月24日クリスマスイブ、三重県で音と一緒に歌っちゃいます。おとんは今 DJ を練習中でして、DJ としても出てくれます。24日めちゃめちゃかっこいいからな。楽しみにしとけよ、来てくれる人。あ、ごめんなさい。いやでもね、あの本当にいろいろとね、家でもあの悩みがあったらまずはおとんに相談してとかね、あのすげえお世話になってる方なんて人生の先輩でもあり、ええ子やな。誰の子、誰の子、本当どんな人。ほんまにありがとうございます。今後もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえよ。あー、すげえだ。もう前回よりすげえ。またちょっと飛ばしてもらった。すごかった。周りの方もすげえし、後ろの方もすごい。うんうん、でもさ、後ろの方今日あれ、ね、今まででナンバーワンかもしれないね。そうでしょう。最高っす。ありがとうございます。ありがとうございます。前のことはもう、ね、そう、ありがとう。本当にありがとう。楽しかったです。おかげさまで。はい、ということで、ちょっとあのおとんと一緒に写真を撮っていけたらなと思っております。最後皆さんとちょっと全員で集合写真を撮れたらなと思っておりますですね。今日はあの再びカメラマンの